私は日本共産党を代表して、ただいま議題となりました、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。はじめに、国民健康保険法案は制度創設以来の大改定であり、内容は多岐にわたるにもかかわらず、参考人も含め、22時間足らずで委員会審議を打ち切り、採決しようとしていることに強く抗議をするものです。 本法案はこの間の自公民三党合意の社会保障と税の一体改革やそれに基づくプログラム法などと一体のものであり国民の自助・共助へと社会保障を変質させるものにほかなりません国交法第1条には国民健康保険事業の健全な運営の確保とともに社会保障および国民保険の向上に寄与することを目的とすると明確にうたっています 国民皆保険制度を縮小させるこの法案は憲法25条に規定された社会保障に対する国の責任を放棄するものであり断じて許せません以下具体的に反対する理由を述べます第1は今でさえ耐え難い国保料の引き上げや徴収強化を招くことです市町村は都道府県に納付金を納めますが保険料の収納状況に関係なく100%納付が義務付けられます 都道府県は市町村に標準保険料率を示しますが、これは将来的な保険料負担の平準化に向けた地ならしであり、一層の保険料引き上げや徴収強化につながりかねません。国は3400億円の財政支援を新たに行うと言いますが、国庫負担はこの数十年の間の連続した引き下げで、1年あたり実質1兆円から2兆円規模なくなっています。 そのために各市町村で一般会計からの繰り入れをしてもなお国保料が高く滞納世帯が360万を超えています医療にたどり着けず重度化死亡する事態一方的な差し押さえなどで生活苦をも強いられる深刻な事態が後を絶ちません国民に医療を保障する制度が国民の生活苦に追い打ちをかけ人権や命を脅かすことがあってはなりません 住民の暮らしと健康を守る国保制度を再建するために国庫負担の抜本的増額を求めるものであります第2に都道府県が医療費適正化計画で医療費削減の目標を持ち毎年その進捗を検証することが規定されていることは重大です地域医療構想とセットで病床機能の再編削減等を促進することになります国保の都道府県管理によって権限を強めさらなる医療費抑制を都道府県の責任で行わせるものであり 必要な医療を公的保険で受けることができる皆保険制度を縮小させるものです。第三に、患者申し出療養は保険診療の例外を広げ、混合診療に道を開くものです。安全性、有効性を確保する審査体制の見通しがありません。有害事象が発生しても公的保障制度からは除外されている上に、患者申し出が起点だとして、患者に責任を負わせるものです。 難病団体は保険の外に留め置かれる治療や薬が増え患者の負担が途方もなく増大し手が届かなくなると懸念をしています困難な病気と戦う患者のためというのなら患者申し出療養は白紙に戻し確実に保険に結びつく仕組みを充実させていくべきです最後に公平を公実に現役世代にも高齢者にも新たな負担増を強いることも重大です入院時・食事・療養費引き上げ 紹介状なしで大病院を受診した場合の定額自己負担の義務付け、後期高齢者医療制度の保険料特例軽減の廃止は深刻な受診抑制を招くものです、協会憲法への国庫負担率下限の引き下げは中小零細企業労働者の保険料率引き上げにつながります、その上、今後、費用の適正化、保険給付の範囲など、さらなる負担増の検討まで盛り込んでいることは断じて容認できません。 以上、国民がいつでもどこでも安心して医療を受けられる国民介護保険の原則を大元から揺るがす本法案の本、本法案は廃案にすべきことを強調し、討論を終わります。